昭和40年、岩手県の鳥、キジを増やそうという養殖場の様子です。滝沢市に作られた県キジ養殖場の落成式には、関係者およそ80人が集まり、完成を祝いました。式では、キジが好きだという赤梅もどきの木も植えられ、養殖場を彩ります。この施設では、年間2000羽のヒナを育てることができるということで、国内で最もキジの数が多いと言われる岩手県を支えます。この当時、すでに900羽のキジが飼われていて、この日以降、県内50カ所で750羽のキジが放されることになっていました。キジ王国と言われた岩手ならではの取り組みです。こちらは落成からしばらく経った昭和47年の様子。養殖場ではヒナが帰り、可愛らしい産声を上げていました。キジ王国岩手ではありましたが、年々狩猟のため数が減少していて、この年は4500羽のヒナの孵化に挑んでいました。摂氏38度に設定された孵化器では、1回に150羽の割合でヒナが帰り、元気な声を上げます。ヒナは育成期の中で3ヶ月育てられた後、県内の保護区などに放されることになっていました。昭和40年代、キジをめぐる岩手の風景です。